はい、ありがとうございます。どうも今日も一日どのリミッター外してワクワクだらけでいきますかね。今日ちょっと寒いっすね。今朝なんかもう朝6時に娘に叩き起こされて、パパディズニーランドに行くから駅まで送って、なんで俺がそんな時間に駅まで送んなきゃいけねえんだよ、まあいっかって言いながらも送ったけど、全然関係ない話でした。メイケ行ってみたいと思います。すいません。この辺で行ってみましょう。はぁ、いきなりいいの聞いた。追い込まれて気づく喜びは財産となる。これ行ってみよう。あ、これいい。誰この人。もうさ、最近ちっちゃい字全然見えないんだよ。やばいね、老人だね。もう特にさ、午前中全然見えないんだよ、暗いと。プロサッカー選手、なんていう、これなんていう字、これ大気味さんか、大気味よしたか、ゆうたか、なんか、まあいいや、サッカー選手の方。追い込まれて気づく喜びは財産となる。いいこと言った。あのね、俺もいつも講演会でも言ってるけどさ、自分を甘やかしちゃダメなんだよ。多くの人が自分を甘やかしてるよ。まあ俺自分に向けても言ってるんだけど、まあいっか、こんなんでとかさ、あ、こんなもんかな、こんなんで OK かなみたいなふうに思ってるところには絶対に進歩はねえよ。もっと追い込もう、自分をギリギリのところまで追い込まなきゃダメなんだよ。みんなさ、あ、もう限界、このぐらいでいっぱいでさ、でさ、もう無理ですとか言うんだよ、すぐ言うんだよ。本当の限界なんかそのもっと奥にあるよ。もう何枚も扉に奥にあるよ。それをさ、1枚目ぐらいの扉でもう限界です、アップアップです、睡眠時間が足りません、知らねえっつうんだよ。やれっつうんだよ、死ぬまでやれっつうんだよ、死ぬ気でやれっつうんだよ。こんな話もよくするけどさ、死ぬ気でやれ、わかりました、死ぬ気でやりますっつって本当にやりすぎて死んだ人は一人もいねえよ。見たことねえよ、そんなやつ。やべえ、もしかしたらこれ以上やったら死ぬかもしれないぐらいがちょうどいいんだよ。うん、スーパーサイヤ人だよ。一回死にかけなきゃスーパーサイヤ人にならないんだよ。うん、自分にも含めて言ってるよ。俺昔ほんと20代で放送作家でガリガリガリって放送作家だけをやってる頃、俺はほんとに死ぬ限界までやったからさ。だってそれで俺クマバッカになってんだからさ、本当に死にかかってんだよ。だからそっから先に、もっとそっから先のすごい世界があることが見えたんだよ。いい、死ぬ気でやって、死ぬ寸前までやって、死にゃ死ねえから大丈夫だからね。自分は甘やかしちゃダメだよね。それで行こう。また今日ちょっと若干説教じみだけど、本当なんだって。みんなもう弱音開けすぎなんだって。すぐ弱音開けんだよ。まだいけるはず。うん、ストッパーなんだよね。そんな話もしたと思うけどさ、俺放送作家って大体ね、レギュラー番組5本ぐらい持つとアップアップなんで、みんな5本以上は持てないみたいなことが定説だったんだよ。でも俺はあんな脳のリミッター外してたから関係ねえ、5本が限界なんて誰が決めたんだよと思って1本ずつ増やしてって、俺は最大レギュラー番組17本まで持ったよ。しかも同時に特番を抱えたから、あの時は23、4本の番組をいっぺんに回したよ。回せたさ、死にかけてるそのから本当に。でもできるんだって、限界なんかないんだって。定説とか周りの人はそう言ってるとか、私の業界ではそれが常識ですみたいな関係ねえからさ、まだその先にいくらだっていける。そこまで行こう、扉開いていこう、連れてきます。頑張っていきましょう。ありがとうございました。